そ500メートル先、右折です。ができてるんだよな。よし、防波堤ができてるわ。何もないね、この辺はまだ工事頑張ってんねやな。まあ、防波堤のでっかいのができてれば直進できたりはしてるけど、道の駅とかほとんど影も形もなくなってる。このマンションは多分建てたんやろかな。あ、違うな、なくなってんねや。ボロボロなってる。ここまで来てるってことやな、水が。草木が全部倒れてるもんね。およそ300メートル。ここは埋まってたんや。直進です。うん、長かった道のり。大阪から1001キロ。あと2キロぐらいで到着します。すげえ、1000キロ全部喋ってきたね。どう、1000キロ全部喋ってきたね。ずっとしんどかったけど、まあ、楽しかった。ここから1000キロ帰らなかったら2000キロやからね。始まったばっかりやけど、まあ、言うてもあと 1.6 キロかな。 1.6 キロで目的地付近到着ということで、ちょっと時間あるから、その辺で配信するぐらいちょっと考えたいと思います。まあ新しくできてるとこも多いからね。どう、およそ1キロメートル先、右折です。その先、目的地付近です。いろいろあったけどね。まあ、これでとりあえずもうちょっとで着きます。あと700メーター、700メーターで1000キロということで、全部下道やで。行けんことないわ。まあ、とりあえずここでおよそ500メートル先、右折です。
船渡市来ました。もうちょっとかな、もうちょっとでも山を再建したよね。およそ300メートル先、右折です。笑顔な人がまた夢を追う、優しく背中を押される。いよいよですね、とりあえずちょっと早いかな。泣いて笑って、そして明日が来る。嫌なことを思う、全て忘れて。もうちょっと今日は来るんだ。十二と色の絵の具で今日を描こう。まもなく季節です。その先、目的地付近です。はい、ということで着きました。多分ね、これかな、これや。短い言葉で伝えたい強い。はい、まもなく目的地付近です。音声案内を終了します。ありがとうございました。はい、ということで1000キロ達成しました。でも必ず朝は来る。辛いことがあっても、いつまでも続かないから。12と色が必ず笑顔をくれるよ。暖かい色見つけたら、それが友の証。すごい透き通ってる。関西から来たんですよ。関西、大阪から来たんですよ。あ、そうですか。キャンプなんか外から分かんないでしょ。分かんない。広いと思えね。うん、おすごい広い。ここトイレね。へえー。トイレもあるそう。ないのはお風呂がないだけで。すごいですね。あとはガスコンロもあるし、流しもあるし、だからここで生活するときキャンプ行ったみたいなのだね。あ、そうですね。まやすごい。狭いあの工場店のところ、外へ出て、ほんで次のつらみにまた戻ってきたって、ね、戻ってきて、あの岩壁さん取り上げて、でまたそれ戻して使って、
ね、うん、恐ろしかったでしょ。そちら博多にいたからあよかったけどね、たまたま低いところ午後仕事で来ようかなと思ったけどちょっと仕事が遅れてすごい金だからちょっと使ったんで、ね、そこやったら写真来てすぐに見ればいい、はい、何か津波来ないだろうって高をくぐるとやられたね。だってあれだよね、津波のこの中でも激流みたいにさーっと時速40キロか50キロぐらいで、ね、津波が流れてくるからまた戻ってくるね。今までの津波 のレベルだよね、ちょっと考えられないよね。ね、気仙沼も見たけどまだ思ってたより、ね、復興はしたけど全然やっぱもうしんどいんやなと思って、うん、まだまだもうちょっとかかる ね、うん、まだ陸前高田もあそこほら10メートル近く土漏れてたから ね、うん、だからそれがかかったのね。内装だからオムラートは早かったよね。公共物よりもみんな民間の工場とか店とか事務所が建ったからね。あ、そうですね、住宅はみんな太く売ってたからね。こういったところで早かったね。みんなほら仕事すればベストねえから必死になってね、本当に努力したから、まあ、よう頑張ったよな。すごい、なんか感動しました。もうなんかすごい感動したっす。ずーっと あれ来たの、生き品は関西から滋賀通って石川県、新潟県、山形県って言ってそっちで来たんですよ。ああ、そうか、南海側で。そうです、で、ね、帰りは南三陸の方からまた降りて、はい、石巻とか通るかなと思って。はい、一応目的地が陸前高田だったんで、そうなんだ。で、ちょっとその前に気仙沼だけ見に行きたいと思って、うん、ちょっと早着いたんで、うん、気仙沼見に行ったら、まあまあ結構すごくて、ショックをやったんですよ。で、そっから陸前高田に来て、多分明日帰るんですけど、はい、明日の多分夜、明日の朝、今日泊まって帰るんですけど、ね、そしてでも来てもらえれば、見てもらえれば本当に分かるからね。ねえ、分かるんです。実際いや写真ではね分かんないんですよ、もうテレビ画面とか、ね、はいね、実際見たらもうすごいんやな。でもね、前6年前にはね福島に来たんですよ。あ、福島に6年前来て、その時はねまあ確かにもう広大な公園になってて何もなくて、でそっから岩手県とかはねちょっと来てなかったんですけど、もう知らず、もうだってあれから8年ぐらい経つから、まあ、相当復活してるかなと思って来たから、はいはい、もうそしたら、8年経ってもやっぱまだ、まだまだですよね。でも要はあんなところまで頑張ったなと思ってね、感動しましたよ。でも地元の人たちも自分で頑張ってますよね。なんかもうここの高台にいたんだけども、次の少しは分かんなかったから、全然電気も何も、まあ、携帯ぐらいなもんだよ、ね、携帯の電話も使えないから、テレビもつかない、電気の水道ももちろんないから、陸前高田も全然分かんないな、周りのことも。自分が目の前、見る場所しか分かんない。こっちに来たら、もう、なんかこっちの国道が。2メーター、3メーターの瓦礫の山で、全部この山などはすっかり見えてなかったんだけど、まあ、見るとか、鉄筋コンクリートの道はポツポツと見えるみたいな感じで、ね、全部なかったんだけど、だからもう、大船渡の町はこれ、ああ、これ全滅だな、終わりだなっていう、もうこれ、仕事なきゃダメだなと思ったんだよね、今年は。そういった調べの、こんな大きい、これ、経験したことなかったからね。すごい。あ、三、え、鮭、うん、ここは鮭ですよね。サンマってどこで取れるんですか。サンマはまだ北ですか。サンマはここの沖、あ、沖で取れるんですか。そうそう、この海岸でなくて、ほう、うん、だね、時間的に2時間、3時間、あるいは1度や、20や、え、うん、行ったあたりでないと取れない。あ、そう、うん、
はい、うん、大体この辺でサンマはずっと見たいな、一日ずっといな、サンマ10月ね、うん、あ、そうなんですか、うんうん、もうこの辺から見える、ちょっと高い山が見たの、サンマ線の明かり見てた、イサリ見えるとイカ釣り線はすぐそばだけどね、へぇ、でもこれは仙台ね、福島はこの辺から、この辺から津波来たんだよね、そう、あ、そうか、そうか、うん、あと聞いたのにはちょっとな、津波関係そうです、2回目が金華山沖、この辺の時で、3.11の後、いや、その時だっけ、その時はあったんだけど、だから2回夜中に最初の津波でびっくりしてみんな逃げたって、だから2回目来たの全然わかんない、ああ、そうです、だから船がここで、あ、1回目来てこうだ、どうと向かってたなってやつが、ずらっと動いて、あ、なるほど、ヤンコウ堂のとこに最終的にあったのが、そうだから、すごいですよ、だから夜中にまた津波が来ちゃった、あ、そうです、全然人がいないから、みんな逃げてるから、あ、いいな、まあ余震もあったからね、ああ、そうです、この余震に津波来てるかと思わないね、あ、知らなかったです、1回しかないと思います、2回来てた、2回で、夜だ、夜来たと思います、当時、1回の津波の、今日夜に夜中に来た、なんかそれ誰も見てない、みんな深さ上がってるし、そうですね、高いとこ上がってるし、真っ暗いから全然知らないと思うんですよね、関西人知らないじゃん、一回しかないと思う、この船ね、次しばらくしてからかな、なんか2回目成功ででもだったよね、1ヶ月ぐらい経ってからね、あー、4月になってからね、震度5ぐらいやった、作業全部中止、あー、そうですね、避難所が通行止めいっぱいやったね、そっか、分かんなかったよね、水で高田がそんなに町の全部が破壊されたっていうのも分かんなかった、へぇ、だってちょっと行くれんだから、あー、通行止めになって、どういうことか、どういうことか、どういうことか、全然ね、ほら、これは見れたよ、見れたよ、そこからね、高台から、高台から、ここは高台は、ここは高台は、全部高台から、ライパーが来てるところ、あ、そうです、たった30分で全滅したから、この前、今から、あ、あって、食べたのに、全然、あ、そうなんだよ、ああ、高く出てた、もう何があったか分からんってことだよ、ああ、終わったな、6年前に福島行った時も大荒野やったんですよ、何もなくて、でそこもすごいなと思って、でその時岩手とか仙台、岩手に行く道がなかったんですよ、確かに、なんかむっちゃ遠回りしないと、でそれで諦めて帰ったんですよ、6年前に、だから国鉄の場とか国鉄の形全然ないから、そうです、大陸さん行ってから、ね、そうだね、山道、獣道みたいなことね、この辺隣の集落に、うちの娘の旦那もわざわざ水沿いでラーメンカップラーメンなんて、なんだ、1時間ぐらい後に来たのかな、10時までに15時間かかってね、埼玉で、へぇ、そこでこの宿場所がないから、あ、そうですね、それでも、どうしたなと思ってね、気仙沼行った時に、すごい、朝行ってきたんですよね。で、今日、陸前高田で、僕、音楽をやってて、今日、公演があるんですよ、ここで。陸前高田で。で、明日の朝帰るんですけど、
明日朝帰る時にまたあの石巻とかみんな回って帰ろうかな。で一応写真とか撮ったりとかあの動画に収めてね。で今元気に頑張ってる人たちの笑顔を撮って帰ろうと思ってる。それでこっちにまた人が来たいって思う人たちで、あの大阪から全部下道に来たんですよ。ここの道通ってここの道通って、それぞれ楽しむ場所があって、あの空なく遊びに来れるよっていうのを動画で伝えたいなと思って、でちょっと来させてもらったんですよ。新潟からずっと山形通って、ね、すごいあの日本海周りは日本海周りですごいいい場所が、ね、あって、うん、新潟とかもそうですけど、で帰りはもうそのまま福島県の方にまで降りて茨城県通って東京通ってあの名古屋の方で帰ろうかなと思って、うん、ね、あそうですね、もう僕らテレビで見る映像しか分からなくて、実際やっぱ目で見たらね、ものすごいショックで受けてね、なんかもうなんか胸をブズッと刺されたような、ね、俺はねテレビで見たのがあれだもんな、その時に1週間ぐらいあったもんな、リフレインカーからここだったよ、あの自衛隊のヘリから撮ったから、もうすごい見殺しだったんだよね、テレビで。ああ、そうです。この天気で撮ったの、この天気で事務所ほら、事務所が非常災害対応の事務所だからね、全部。あったんですよ、できたから、弾みとかあって、前回の津波が昭和35年の地震津波だったんですよね、あれから51年、9年ぐらいかな、その復旧工事もやっていたさなかでまだやられたんです。そんなにかかってたんですよ、ってことはね。工場でなんかまだ工事中だったんですよ。工場何年かって。それぐらいなんだよね。今あの工場ってすごい高いです。高いですよ。あれの今3分の1ぐらいのやつだったんですよ。前の。その時は。もう、わーっとすぐ壊れた。でもあの、なんだ、あの、発火系状態。どこも空いてるから。あ、はい、はい。全然意味ないわけですよ。ああ。なんかね、今見てきたやつはね、ちょっと隙間があるせいですよね。ああいうのを50数年かかってもできなかったんですよ。町並みの水の水分とかが一瞬で終わったりとか、あの、課題とかにミニチュアの模型作って、こっちからセミッキで水バーッと流した感じ、おもちゃみたいだったよ、ね、おもちゃみたいだったよ、ね、その夜はもう待ってたかもね。あ、そうですね、電気の電気だからあのテレビではね、その日の星が綺麗だったかな。どの曲でも、まあ、NHK ではずっとやってる。あ、そうですね、うちらも星空がすごい星が綺麗で、こんな星にいっぱいあったから歌ってましたから、そういう考えに来たっていうのだったんでね、やっぱりね、やっぱ嬉しいですね、こうやって言ったらね、元気にまた街に乗っていくから、僕らもなんかね、できることはしてあげたいなと思いました。よかったですよね、あなたのこと聞いてよかったな、いい、こちらの。おい、これ牡蠣なんですか？全部牡蠣。牡蠣店、あ、これは店に、スーパーに行けばあるんだけどね。すげえ。ほんまっすか、これ。こんなもんだよ、牡蠣。取ってやろ？取っておいてやろ？ほや、あ、トゲトゲのやつですか？これ。見たことないです、そんな。それ、ホタテってやつですか？そのやつは。はい。これをホタテ、まあ、の仲間だね。へぇ。これは食べるのいいな。すげぇ。
すげえ。これついたんだ。持ってって食べよう。それついたの？これね。うん。いやいや、下下。で、うん。これついたの？自転についたの？じゃあもうちょっと大きくしてくれ。こんな見たことない。ここで養殖したのか。ああ、そうだ。ラスが入ってる。ああ、そっか。ラスが入ってる。ああ、色目。次は。この世界で生きる意味は。あ、かわいい。あ、これ生きてるな。生きてますね、それね。かわいい。ホタテの仲間。へえ。動きよかったね。だいぶ前に。多分その仲間の野菜があると思うけど、仲間の野菜があって、うん、ここ靴とお尻、靴が靴と靴だが靴とお尻なのね、うん、ここを切って、うん、大豆を食べる前に東京だけの人は人は自分の皮を食べて中身食べるところを内臓を持って取って皮を食べる見たことないよ。あれですか、たまに取って食べよるんです。食べない。小屋ぐらいのもんだね。あ、小屋ロープ立ててるから。ロープっていうのは海の真ん中で養殖してるやつ、はい、あ、そうなんですか。こういうのはもう美味しくない。いや、味は同じか、小さいんだよね。あ、大きな流れで来て、はこの辺に積極してって。へぇ。あ、一緒に最後写真撮る。これか、塩釜商会の屋根まで行ってるってことですね。超えてた、はい、それでは出発したいと思います。マリーの家ボランティアグループの人と合流したんで、今からね、どこやったかな、ちょっと場所僕も知らんね、うん、大体やね、これはね。風が飼い主を亡くした
道を行く時放たれすべてを笑う乾く冬の夕べ優を朝まで踊る優子
マリリンの家の森さんが宿を取ってくれてるってことでね、久々に布団で寝れます。嬉しい。まあ部屋別々やけどね、さっきのね。ということでね、まあ今日ここでさっきのプロジェクトやろうかな。はい、ありがとうございます。宿に着きましたでしょうね。浅気仙沼に行って、で、陸前高田、今日一泊ここでして、弾き語り公演があるんですけど、それをして、で、明日また気仙沼の方向かって走りながら、南三陸、石巻、まあ、ひどかったとこ、とにかくちょっと回りたいなと思ってるんですけど、自分とこもね、あの大阪で救済したいんだけど、と、熊本地震の時もあの九州、長崎県にいて、あと阪神大震災に経験して、まあ、特にね、大阪の時に思ったけど、あの水あるか大丈夫か、送ったろかとか、あと停電してる時やったんで、うち泊まりにおいでって言ってくれたり、まあ、それこそ5日間6日間ぐらいの話やったけど、ほんまにあの人の温かさに触れてね、めっちゃ嬉しかったんですよ。配信で夜中見に来てくれたりね、あんな暗い中配信してもね来てくれてね、あのそういうのもやっぱりね大事やなと思ってね、やろうと思いました。なんか何やろう、当事者になるのは分からへんねんけどね。あとね、まあやっぱりいつか風化するから、また、分かってんねんけど、あの現地の人に触れたらね、関わっている限りね、忘れることないですよ。現地の人とね、また会おうねって言ってね、名刺交換したりとか握手したりとかで、動画に載るから見てねって連絡しようと思ってるんですよ、これできたら。だからまあそれでつながり続けるってことは大事なのかな、のかなと思います。でまあ僕もここで動画をね、いかになんかこういい動画とか、偽りないようにはまあとりあえずしたいねんけど、面白いの以外ね、真剣なやつはもう偽りなんかしたくないから、パロディーはするけど、するんかい言ってね。まあまあでもそんな感じで、今日も6時半から弾き語り公演なんで、その後はまあゆっくりいろいろ考えたり配信したりとかしてね、考えたいと思います。で明日気仙沼もう一回行く、もう一回行って、で現地の人となるべく一緒に写真撮って、で笑顔で一緒に撮ってる写真を並べたいなと思います。今生きてることも幸せなんやけど、いつまでもね幸せなことが続くとは限ってないからね。あ、いきなり明日から幸せがなくなる恐れもあるから、一言じゃないからね。まあとにかくそういうことでね、そういう活動をしていきたいなと思ったことに目が生えたというかね、芽生えたというか、まあもっとね、前からやってたけども、もうもっと芽生えたんで、これからそういう活動でいきたいなと思います。あとね、復興支援、まあ僕たちは公園で当然ギャラとかもらって出たりしてるけど、復興支援とかね、なんかチャリティーとか、まあ、そんなんやったら僕ら全然無償で行くんで、またこれ動画を見てもしもって思った人はね、ぜひ依頼いただければ、ちょっと依頼の数もね限られてくんねんけど、できるだけ答えるようにするんでね、ご連絡くださいということで、弾き語りの公演準備をしたいと思います。ありがとう、付き合ってくれてね。あと17とか17ライブとか Twitter、 アメブロとか、たくさん Facebook とかたくさん応援コメント残してくれてありがとう。ほんまに感謝してます。いつもほんまにありがとう。17のギフト、投げてくださったリスナーさんとか、もちろんコメントでも全然大丈夫なんで、皆さんのねギフト無駄にしないように、ここのチャリティーで全部使いたいなと、ちょっとで街に貢献になったらいいなと思ってるんで、そうしたいと思います。ありがとう、ほんまに。ということで行ってまいります。
Thank you.